順は、大順ともいい、1644年に明朝を倒した、李事政の勢力が自称した故障。建国宣言当初は、西安を首都と定めていたが、李事政が北京を攻略後、皇帝を称するにあたり、北京を改めて首都と定めた。民末、政治腐敗に加え干ばつや公害により苦しくなった、生活に民衆の不満が爆発する。農民軍は、 ゲリラ戦法を採用し民軍に対抗したが、1636年に農民軍指導者の小迎サチが戦死すると、理事生はその地位を継ぎ、陳王となった。1641年、理事生は洛陽を攻撃、副王主、上筆都市を殺害するとともに、大量の軍領を確保した。1643年10月、理事生は同艦を攻撃、11月には、 西安を占拠する。1644年、理事政は西安にて大順王朝の建国を宣言、言語を英章と称した。その後、大道、政府、許容関と次々に攻略し、3月18日には北京外城に到達、翌日未明、数ーテイは北京売産にて、自意し、明はここに滅亡した。当初、北京以外に、大元 大道等の主要地域を占拠している。しかし、山海間の名称である、五三景への対応を行わないために、建国宣言直後に、清志が入り咳その後は、勢力が急速に衰えていく。4月21日には、理事生は、五三景に対する申請を試みるが失敗。その直後の4月29日に慌ただしく、竹秀殿で皇帝の即位式を終えると、 自ら資金城に火を放ち理事生は聖夜にへと逃れた。その後道館で新軍を迎え撃つが、この時新軍の主戦力である大砲が到着していなかったために勝敗がつかなかった。しかし、翌1645年、新軍は紅れないエビス大砲を持って道館を破ると理事生は常用を経て湖北に逃亡。4月には武将へと入るが、 その後、新軍の攻撃を受け、後世へ逃れ、5月にはその地も荒れて、湖北通り山県の南の旧旧山にて、農民の自警団により殺害された。その後も、一族の理事計と理科が相次いで巡皇艇に即位し、政朝に徹底抗戦したが、1649年に、順調は完全に滅亡した。順は、長期安定した政権としての基礎を築く以前に、 崩壊、滅亡している。そのため、清及び中華民国、中華人民共和国のいずれでも順については、正史が編纂されていない。歴代王朝のように、順と省略して呼ばず、正式名称の大順国で通して表記されることもある。しかし名は清により滅亡したのではなく、順の建国を宣言した、理事政の勢力により滅亡したことは、歴史的事実である。 その後、清氏は三奪者、理事政の打倒を大義名分としてその勢力を滅ぼした後に中国支配に着手している。そのため理事政の順調を地方政権としてでなく民進公大機に存在した短命王朝として扱うべきであるという意見も存在する。また、中国では共産党による階級闘争士観の影響により農民反乱により政権を打倒した。 理事性を高く評価する傾向もある。ありがとうございます。